おはようございます。元バンディット400V です。2019年1月12日土曜日8時18分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。気温はそれほど低くはないですかね。体感的には7度とか8度ぐらいありそうな感じです。空曇ってます。予報では、関東地方曇りのち雨ということで、夜遅くなると雨のマークついてました。で、もしかすると雪が、降るかもねっていう、予報になってます。メガネの曇り止め忘れちゃったんで、前見えなくなるぐらい持っちゃうかなと思ったんですけども、今日は大丈夫でした。なんでしょうね、走ってる間は特に曇りはってか曇るような雰囲気感じません。はい。正月、お仕事を1日2日仕事に出たんで、実は木金その代わりの振り替え のお休みもらってて、5連休の今日3日目、ほとんどやることないんでなんかこうダラダラ過ごしてます。でたまたまじゃなくって、家電量販店に買い物じゃなくてちょっと、なんか新しいもの売ってるかななんていう感じで覗いたら、初売り、なんですけども、平成最後の初売りっていうのでなんかすごくプッシュしてたんですが、別にそのなんだろう、平成最後の初売りが何なんですかっていう、こっち聞きたいんですけどもっていう、なんだろう、間違いなく来年よりも、今年の方を安くしますよと、だから、今年買ってくださいねっていうような、平成最後の初売りだったら、まあじゃあ買ってみようかなっていう気持ちになるんですけども、いやー別にね来年もまた同じように初売りやりますけどもっていうんであれば、別になんかねそんなに、押されても困っちゃうかな。あーやばこの野郎、わー今やばかったよ、お前この野郎、なんでこういうやつが多いんだろう。で何を落とすんだっけ。はい。職場でインフルエンザにかかった人が2人も出ました。お正月の期間の中だったんで、その人からかかるっていう危険性はなかったんですけども、どうも2日とか3日あたりに熱が出てっていう感じみたいでしたね。なんかシールドにパチパチ当たるものがありまして、雨じゃないかなと思うんですけども、さっきねなんか白いものがねちょっとだけ見えました。だから予報では夜だって言ってるんですけども、なんかもう雨降り始めたし、これ雪っぽいですよ、なんとなく。ちょっと肉眼でも見にくいし、
カメラではもちろん見えないんですけども、パチパチ、当たる音が聞こえてました。ちょっと今トンネルなんで、分からないですけど、あ、今また白いのが見えた、見えたよ、肉眼では。やっぱ雪だぜ。雪だ雪だ、ウェーイ、雪だよ。で、前このブログで、かなり喋ったと思うんですけども、まあ、チャンネルの名前が元バンディと 400V ということで、そのバイクに乗ってたんですが、そのバイク乗り始めて、インターネット上のオーナーズクラブ、バンズっていうのが、ありまして、でそこでいろんな人と知り合って、まあ、ツーリング行ったり、なんだろう、バイクレースですね、素人のバイクレースにちょっと手伝いさせてもらったり、まあ、いろんな出会いとあったんですが、そのバンディットのオーナーズクラブのサイトですね、インターネットのサイトが、1月中に閉鎖しますっていうのが、載ってましたっていうか、昨日か一昨日それ分かりまして、すごいショック受けてます。で現在はそのメンバー登録のページももうアクセスできないようになってて、ちょっともう覚えてないんですけども、3000人ぐらい、メンバー増えたような気がします。で、なんだろう、今でもこうやってバイク乗ってるのはそのサイトがあったおかげで、まあ、楽しくバイク乗り続けられてると思ってるんで、なんかもう非常にショックというか残念な気持ちでいっぱいです。今日は本当は別の話題も、言いたいことあったんですが、ちょっとそのバンズの、閉鎖というすごくショックな情報が入ってきちゃって、他のちょっと話は、まあ、今日はやめます。はい、ちょっと、お尻の方暗い話になっちゃいましたけども、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。